おはようございます、おはようございます、ヘルチャンネルの時間でございますよ。なんで冒頭の挨拶部分から笑ってるのかって言ったら、お母ちゃんに今お母ちゃんと今一緒に車乗ってるんですけど、セカンドチャンネルも撮りなさいよっていう感じで強引にセカンドチャンネルが始まったというわけでございまして、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ほいでお母ちゃんに運転してもらって今行ってるところっていうのは警察署でございます。悪いことをしたわけじゃございませんですよ。財布を忘れて行って店舗に財布を忘れて、それが警察署に届けられているというわけでございますので、警察署に財布を取りに行くその様子、あからさまな姿をセカンドチャンネルでお届けしてみようかなっていうふうに思ってるというわけでございます。で、財布の中に免許証なんかも全部入っていましたので、おつさん今運転しましたら免許不携帯の3000円の罰金だというわけでございますので、お母ちゃんが運転しているというわけでございます。はい、そんだけでございます。1回目財布を落とした時っていうのは営業中でございまして、営業者の屋根の上に財布を置きまして、そのまま発進してポロチンと路上にポロチンと路上に財布がポロチンと落ちていたというわけでございまして、それが警察署に届けられていたというわけでございます。そして今回はうどん屋さんでうどん食って、そのままテーブルの上に財布を置き忘れていたというわけでございます。それは確定？それは確定でございます。それは確定でございます。で、まあ誰が届けてくれたのかなっていうところも今から警察署行って聞いてみようかなっていうふうに思ってるというわけでございます。これはセカンドチャンネルだというわけでございますので、財布を落とした場合にどうしたらいいかっていう真面目な動画はファーストチャンネルでお届けする予定でございます。これはあくまでも日記です。セカンドチャンネルの日記、おじさんが反省してる様子を皆さんにお届けしてるというわけでございます。反省してます？はい、お母ちゃん反省してます？すっごい怒られたけどね。ものすごい勢いで怒られました。2回目よ、どうするよとか、どうするよとか言って、すっごい怒られました。怒られた内容っていうのは、財布をポロ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 落とすような人はもうクレジットカードは持たしちゃいけんねっていう感じで、クレジットカードを持たしてくれないみたいでございます。はい、これからは現金主義でございます。現在向かっているところは広島県は広島市の安佐南警察署っていうところに向かっているというわけなんでございますが、この安佐南警察署の隣にドン・キホーテがありますので、ドン・キホーテ寄ろうかなみたいなことも思っています。ドン・キホーテ寄って帰りたい。そしてバイクワールドが近くにあるなんて、意味が分からん。バイクワールド、バイクワールド、バイクワールド、絶対反省してないよね。GSXS だね、こっち。ちょっとまたがってみたいなみたいなことを思っています。セカンドチャンネルだというわけでございまして、まあいらんことも言うんですけど、そういや思い出したよ、これ3回目だ財布忘れたの。え、今回ね。そうよ、コメントで入りそうなんで、黒ぼやキャンプっていうのがあって、そのご視聴者さんが集まってキャンプした時も、うん、おじさんテーブルの上にポコーンと財布を置いて帰って、ご視聴者の方からコメントをもらって、ヘルさん財布忘れて帰っとるよっていうのがありました。つい最近よ、つい最近、つい最近。だからカメラは絶対忘れないんですけど、財布のこの重要な頻度っていうのが、カメラの月が財布なんで、そうよ、カメラと抱き合わせで現金とかクレジットカードは保管しようかなっていうふうに思っております。今映ってるのは日頃持ち歩いてるこのカメラポーチっていうわけでございまして、この中にカメラを入れて持ち歩いております。財布は忘れたけどね、絶対カメラは忘れないというわけでございますので、今度から大津さん、財布じゃなくてこの中に、この中にね、お金とかクレジットカードとかそういうものを入れて持ち歩こうかなっていうふうに、対策をしようかなっていうふうに思っております。はい、ちゃんとそういうことも考えています。これ小津さんのツイッターなんですけど、お母ちゃんにクレジットカード取り上げられたってツイートしてみたんですよ。そしたらね、うん、結構コメントが入っていまして、うん、いくら請求が来たのかな、もうあの請求関連っていうか決めつけられてるよな。はいはい、お買い物の方ね、いくら請求が来たのかなとか、ね、うん、何やっちまったなであるとか、うん、私は何度もやらかしてそれでも懲りていませんが、妻はまだ持たせてくれています。仏の顔も3度まで、お互い改めましょうぞみたいな、そういうことを書いてます。あ、
仏の顔は3度までっていうのはじゃあ、ああね、まあいいよ、このツイートをこのツイートをうちの嫁さんに見られることを阻止しなければって、はあ、はあ、私もそういう時がありました。あら雷落ちましたか、なんとヘルさん、うん、まあポチりすぎですねって書いてますな、ありゃみたいなこと書かれております。はい、さまざまな反応が来ております。はい、正解者はいないですか。ああ正解者はいません。まあな、正解者はいないよな。時刻は2時20分でございまして、今日まだ全然ご飯食べてないんですよ。喉も乾いたし、お腹も空いたな、喉も乾いたし、お腹も空いたなみたいなことを思っております。知りませんよそんなこと。ああもうたまらん。場面は変わりまして、国道54号線になりまして、これをバーッと行ってピッと行ったら警察署でございます。どっから入る、ここ左、もうちょっと向こうこれ、はい、到着でございます。浅見南警察署でございます。無事財布が手元に帰りました。なんとお店に忘れてるんじゃなくて路上に落ちていたというわけでございまして、びっくりでございます。どこで、多分つるりでうどん食った後にシートの上にこれ置いて、そのままケツバッと乗ってガーンと帰って、そしてケツを浮かした時にポロンと落ちたんじゃないかろうか。そしてこれは警察官の方が警ら中に見つけたみたいでございます。はい、そういうお家でございました。よかったね母ちゃん。はい、警察官の人すごいね、素晴らしいね、やっぱりね。おお、そうやの、街の人のために一生懸命働いとってんよ。あ、そうなんだね。へえっていうことを思いました。よし、ドンキホーテ行ってバイクワールド行こう。反省してます、反省してますよ、反省してるよ。サンキうどん花丸細いお腹も吸いとったよ。食べればよかったね。ドンキホーテに今から向かいます。うわー、開いてないな、ドンキすごいな。アケーテから書いたらそこ止めよう、うんうん、ドンキホーテで買い物終了でございます。今日は明星のチャルメラが299円で安かったです。バイクワールドに寄って帰ろうかなって思ったんですけど、めんどくさくなりましたんでもう帰ります。ではでは、もう家帰って明星のチャルメラ食べたいなっていうところでございます。お腹空いてんだ。ではでは、ではでは、お騒がせしました。お出ろ、